えと今回の13話「栄一今日の都へ」一橋家臣編の始まりということでディーン五代様が出てきましたね。<laughs> やっっぱりかっこいいわ。 までもあれはね顔見せっていいうことだとだ思いますあの明治編でねたくさん出てくるんで覚えといてくださいねって言って今のうちから紹介しとくみたいな感じなのかなと思うんですよね。というのもね五代様がこの時期に埼玉にいたのかなっていう文久三年の1863年の7月まあ用暦だと8月なんですけど撮影戦争っていうのが起こってその時に五代様はイギリス戦に捕まってるんですよ。五代友達っていう いうのは長崎の海軍練習場で、あの勝海舟なんかとも一緒に勉強して、結構解明派の意見なんかにも理解がある人で、あのコチコチの上位派っていうわけじゃないんですよね。撮影戦争の時も戦争を回避しようとして、イギリスにちょっとこう。わざと捕まったとは言わないけど、まあそういうような部分もあって交渉しようとしてたっていう風うにも言われてるんですよね。イギリスは薩摩に上陸して、そして攻撃しよう。っていう風な最初は思ってたんだけど、捕まった。5代友厚が薩摩藩士というのはもう。死を 全く恐れない。全員がもう死ぬまでね。戦い続けるんだって言ったために上陸攻撃しなかったとも言われてるんですよね。イギリスは船から大砲で攻撃して薩摩の死地を火の海にはしたんだけど、そこでやめて上陸せずに横浜に帰ってるんですよね。だから5代友達もそのまま捕まった。まま横浜に連れて行かれて幕府に引き渡されるんですよね。ところが薩摩藩ってね。捕虜になるなどけしからんという考え方なんですよ。あのもうとにかく。捕ま 止まるるぐぐららららいいいなななな切切りにししろろと捕虜のめを受けるぐらいなら切腹しろってううよようお国柄なんですよ何しろね、薩摩ってね、関ヶ原の、今回出てこなかったですけど、家康が東西で戦った関ヶ原の戦いの時にも、島津の軒口って言って、西軍、家康じゃない方に味方してたもんだから、包囲されて逃げ場がなくなって降伏するか、それともみんなで討ち死にするかとかっていう時に、敵のど真ん中を突っ切って逃げるっていうで、ね、とんでもない島津の軒口っていう、もうなんていうか、 味方がどんどん死んでいっても、主の島津義弘だけを生かす。で、それで薩摩の武勇をね、知らしめる、この敵のど真ん中を突っ切って、俺たちは逃げてやったぜっていう、なんかこう、自分たちはその、こそこそは逃げないと、<laughs> 正面突破だっていうね、まあ、なんかちょっとこう、グレン・ラガンのね、もうグレンイのような、そういう人たちなんですよ、もともとがね。なので、五代様もイギリスで捕虜にされ、おまけになんかちょっと交渉までしたなんて言うと、そのまま薩摩に引き渡したら、絶対殺されちゃう。 ということなんで、うんまあ、しばらく幕府にかくまわれたりとか薩摩とそれからイギリスの、まあ、撮影戦争の、まあ、和議がなるのが元治元年1864年の夏頃なんですけれどもこの年っていうのは同じ文休4年にあたるんですよね2月に元治にちょっと開元したんでまあ元治元年と文久4年っていうのは同じ年なんですけど、うん、その年に夏頃に、まあ、ようやく無罪放免っていうことになるんですけれども栄、うん、一がちょうどほら江戸に向かってっていうのが。 分岐3年の10月末ぐらいなんですよねなのでこの頃の五代友厚は自藩、まあの薩摩藩からは身を隠しているっていう時であちこちに身を隠してて長崎なんかにも潜伏していたとかいう話もあるので埼玉に隠れてたといいうののははは可能性はゼロではないのかなだかかドラマ上ねやっぱ2人をちょっとでもね接点を見せるために、まあ、ゼロじゃないんだからいいだろうっていうような感じの判断なんだと思うんですけどね。 ですよ発集周りに捕まってはまずいからっていうことで家を出て、まあ、江戸の縁四郎の家に行くっていうねあのちょっと前回お話ししたように、まあ、奥さんに一つ橋家の家来として京に行くことを許してもらうみたいなねそういう話が出てきたと思うんですけれども前回ちょっと紹介してない江戸根のエピソードっていうのがあって江戸にと奇策は、ね、ローの家に行っただけじゃないんですよ<ん>実は吉原に行っております。<laughs> あのいらっしゃる日本屈指の課外ですよね。そこで。 遊んじゃったわけですドラマのね吉沢君の栄一は、まあ、爽やか青年なんですけどもまあ史実の栄一っていうのは結構女好きだったっていうのは有名 <laughs> おまけにほら本人の言い分としてあの史実の方ね本人の言い分としては横浜の夜景ちはやめたけども今日に行っってまだだ上位をすするつもりだったんですよね明日にも死ぬかもしれないっていう、まあ、死を覚悟してるので、まあ、死ぬ前にこれくらいはいいだろうと思ったっていうふうに、まあ、本人は言っております。その後、H、今日に で新選組出てきましたね、えー、藤形と静かっこよかったですね よかった。木司方としどかっこいいんですよ。うん。だとちょっ,っ興味ないのに。<laughs> まあね、うん、あの新鮮感っていうのは栄一 <laughs>、AH、がまあ今日に行った文久三年のまあ年末に栄一は今日に行ってるんだけれどもまあその時にあの8月18日818空出たっていうので、うん、まあその時はまだ未布浪氏帯っていうね未布のまあ浪人の組みたいな感じで818空出たに参加しましてその褒美って感じで相津藩の松平らかから。 新選組っていう名前をねもらっているんですよね、うん、なのでこの年正式に発足っていう感じであの有名な土方歳三も着ていたアサギ色のねダンダラの羽織をねまあ着てましたよね新選組といえばあの羽織なんですよけれどもあれでも派手でしょすんごい太使たちにはむっちゃ不評だったんです上位端士たちの取り締まりをするっていう仕事をしてるわけですよあん 目立つ格好してたらすぐバレて逃げられるじゃないですか。あ、新選組だ逃げろって言って、<laughs> なので、うんまあゆた隠密活動には向かないわけですよあれ。<laughs> だから本当はすぐ廃止されちゃってあの黒いね門付きになったんですけれども、平治 <laughs> たちがね今日に行ってたあの頃はまあ、まだ新選組できて間がないので着てたんでしょう、ね。うん <laughs> 時代劇とか大河ではやっぱりもうあれ着てるだけで新選組って分かるので <laughs> まあ言ってみたらね新選組って言わなくても分かるようにっていうんであれ着てますけどね本当はあんな派手な学校でずっと活動してたわけじゃないんですよ。まあ、一言申し上げときます <laughs> でほら新選組のあの土方歳三なんかこう栄一をまあ睨んでましたよね。<laughs> もちろん新選組はねその過激上位派主に長州の残党ですよね。そういうのを取り締まってたわけなんですけれども栄一 <laughs> のあのこのおおおおってビビった顔を見てねあこいつは違うなって思ったんです 正直、ね、とね。なので、h としちゃんから獅子とは思われなかったの巻って感じでしたね。あ、でもね。しかしですよ。今日に来た h たちはまあ、上位派のいろんな獅子たちと交流するわけです。ドラマでも島原かね。あの舞妓さん達はべらしてこう遊んでましたよね。あれは事実です。 それどころかね、年末にお伊勢参りにまで行って、まあ、自分たちもほら一応お伊勢参り行くって嘘ついて、まあ、今日まで来てるから、だから本当に行こうってことになってお伊勢参りも行って、大阪や奈良も見物して、まあ若いしねで初めて京都に来てるしね、まあ、ちょっと浮かれちゃってたんでしょうね。そういえばあの島原かな、今日の海外の女性の化粧法っていうのがね、実はね、江戸と京では違ってたらしいんですよ。江戸では割とこの色の浅黒い素肌美人、健康美人みたいなの が好まれてて、今日はこってりお白いぬってね。あの真っ白にって言うね。まあ、そういうのがね。強風っていうことで、当時はすごく人気があったらしいです。江戸よりもまあ今日のね。あの舞妓さんとかああいう真っ白な方が美しいし、なんかはんなりしてるっていう感じで人気があったらしいんですけれどもね。ドラマも私立も一緒ですけど、ほらお父さんに百両もらってるじゃないですか？100両ってかなりの大金ですよ。今で言ったらもう1000万とか1500万とかそれぐらいのね。お金ですから。まあまあ合流してても当初は良かったんですよ。でもね。まあ。 吉原行きのお伊勢参りしの島原とかでね遊びの獅子たちと交流しのってやってたらいくら百両って言ってもまあもちろんねそんなそこはねなんか座してくらえば山をもむなしっていうぐらいだからなくなってくるわけですよ。文久4年元治元年になって正月も終わる頃には百両も残り少なくなり果てはねなんか25両ぐらい借金がいや知り合いからいろんな人から借りて借金まで作ってるっていうような状況になってたんですよね。 ちょっと節約しようって言うんで、泊まっていた宿屋三条小橋のほとりにあった茶屋くしっていうね茶球っていうねまあ、お店なんですけどねそのハタのところかに交渉してあの食事をね朝晩2回にして昼を抜くから400問1泊400問にしてくれって言ってまあ交渉してちょっと節約したらしいんですけれども当時ね普通の宿屋でね250問ぐらいだったんですよだから400問って言ったら結構な金額なんですよね、うん、今風に言ったらまあ250問がまあの4000とか 5000のビジネススホホテテテルルだととするとシティホテルクラスそれぐらいでまあ、泊まってたわけなんですよね京都にもう何ヶ月もいるんだから本来だったら、まあ、どっかの部屋でも間借りして自炊でもすればよかったんですけれども、うん、そういう発想がないんですよね栄一も喜作もその辺は名主の息子でお坊ちゃんだから。おまけにあの自炊も円ロ郎に使えるようになってから借金があるからって言うんで節約生活を始めて、まあ、自炊始めるんですけど米の炊き方も知らなかったらしくて。 当初はねなんか水入れすぎてお粥みたいになったり今度は足りなくてカチカチの焦げ焦げになっちゃったりというまあ料理したことのないあるある状態だったらしいんですけどもねまあそんな状態だったんでお金がなくて困ってるっていうねそういう風な時に例のドラマで出てきた長七郎が捕まったっていう知らせが届くわけなんですよね今回はね結構ねドラマ史実通りなんですけれども、うん、英一たちが長七郎にまず手紙を送るんですよねまあ今日にはまだまだ上位派の志士たちもいてまあ潜伏はしてるけども志は大きい からお前も来ないか俺たちともう一回でっかいことをしようみたいな手紙をまあ送ったわけなんですよねその頃長七郎はあのお兄さんのあのんちさんの家にいてまあ、剣術を教えてたりなんかしてたんですけれども気持ちは落ち着かないわけですよ同志の河野、ね、友だった河野は坂下門外の辺で殺されたのに自分、うん、は一体何をしてるんだっていう風に悩み悶々としてたわけなんですよねキツネが見えちゃったりしてたもんねあれでつまり実はこの頃の長七郎はもう心を病んじゃってた らしいんですよねそれをまあ今回のね引きっていうことで「狐が」っていうようなね、うん、そういう風なセリフで伏線にしてたわけなんですよね。うん、から今日に来いっていう手紙をもらったんで長七郎は「やった!」と思って誘約して出発します。まあうん、お兄さんが心配してね一人ねちょっとねあの知り合いをつけてたんですけど、うん、本当は2人つけてるんですけどね途中で河野のお墓参りなんかもして、まあ、今日に向かうんですけれどもちょうどドラマの中で長七郎が「俺はまだ壁血」「忠義の血を流すことができず にいるっていうセリフがあったと思うんですけども「碧血、うん」壁というのは「緑の血」というふうに書いて中国の宗氏いう。 という、まあ、書物の中にある言葉なんですねつまり忠義を貫いて死んだ者の血は3年経てば碧玉緑の玉という宝石になる。忠義の血はそれほど経つといいんだという言葉から来てるんです血、うん、なのであの後にあの函館の方で函館戦争で死んだ人たちのために「碧血碑」っていう日が今も経ってるんですけどもそういう忠義のために死んだんだっていうもののことを「碧血緑の血」を持つの ものっていうような生き方をするんですよね。なので、長四郎は俺はまだその僻血忠義の血を流してない。忠義を貫いて死ねていないっていう。 意味だったんですね。あのセリフはね。その途中で狐のなんかね。集団がいて、うん、バスってなんか刀を振るうっていうシーンがあったと思うんですけど、あれはドラマでは婉曲表現してますが、実際あそこで人を切っているんです。棄却だったとか通行人だったとかとか言うんです。けれども、ちょっとおかしくなっちゃって通りすがりの人を切ってしまったので、うん、当然捕まってしまうんですよね。捕まったら懐の中にその栄一の書いた。今日ででっかいことしようぜみたいな。はい、物騒な手紙があったんで。 こいつはっていうことになってなんか取り調べになるでおまけに英二たちは一ツ橋の家来だっていう風に名乗って京都に行ってるじゃないですか。うん、だから一ツ橋家の縁城のところへ幕府から紹介が行ったんですよ。今回捕まえたものがお宅の家来の手紙を持ってるでなんか物騒なことを書いてますけど本当にお宅の家来ですかみたいなことが縁城の元にいたわけなんですよ。まああのあとはだからあのドラマと史実はほぼねあの流れは同じです。<ー>セリフもほとんど史実のままで流れています。縁城が 全てありのままに話せ悪いようにはしないっていう風うに言って。うん H たちが白状してていいにならななならか誘うっていううっよ流れなんですよねでも A 値たちが「お前人を殺してないか?」とか言われて「いや殺したいとは思ったけどまだ殺してません」って言ってね、うん、自分のこういうね支援じゃないと。まあ、世のため人のために家族を撃つんだっていう気持ちでま思ったけれども機会がなくて殺しておりませんっていうあの辺りのやり取りっていうのもほぼ事実通り。そこでね今回ちょっとね注目ポイントというか言わせていただきたいね物申したいポイントっていうので中根町 一郎十郎なんですよね。覚えてらっしゃいますでしょうか。吉野部くんが一橋家に入った時からずっと過労でずっとそばにいたおじさんでございます。あんまり目立った動きとかセリフはないんですけど、吉野部くんの横に必ずいたおじさんが今回いなくなっています。今回ほら原一之心っていうのが水戸から来ました。うん とかって言って縁志郎が俺たちの命を狙ってるのが水戸藩士じゃねえかとかって言ってそれなのに水戸からなんで来るんだみたいなことをちょっと言ってたじゃないですかあれね実は吉野君と縁志郎がね京へ来る少し前江戸で中根長十郎という一橋家ずっとね長年一橋家の家老をやってた人が、うん 殺される。これはあの前もね。言いました。けれども世間はね。水戸の烈公の息子だっていうことで、慶喜君は上位派だって信じてるわけなんですよ。その慶喜君が将軍後見職になったんだから、もうすぐにも上位してくれると思ってたわけなんですよ。でもそうはならなかった。うん、そりゃそうでしょうね。慶喜君は本当は開国派だからね。うん、でも。 世間の上位派はそうは思わない。吉信様はやってくれるはずなのに、周りにいる人間が悪いんだ。当初は、周りにいる平岡円志郎が開国派なもんだから、吉信にそういったことを吹き込んで、なかなか上位が進まないんだ、と、まあ上位派たちは考えたんですよね。円志郎の元を訪ねていくんですよね。尋ねるっていうのは名目で、本当は着る気満々なんです。もう殺そうと思っていくんですよね。で、これって当時結構流行してた手法で、かの坂本龍馬も、勝海舟を着るって、 言うんでお話を伺いたいとか言って屋敷に行って着る気満々で行ったのに、かっちゃんに逆に説得されて開国派になるっていう。まあ、そういうオチがあるんですけれども、<laughs> 上位派の連中が縁郎に会いに行ったんで、まあ演習郎もだから一応会ってるんですよね。この当時はまだまだ上位派の暗殺ってもそれほどえー。源氏元年とかね。文久年のあの辺りぐらいまで京都みたいに激しくはないんで。まあまあそれほど警戒もせずに会ってたんですけれども、その時にお前が悪いんじゃないのか？っていう。風に質問されて、縁四郎がいやいや。それは俺じゃないよ。中。 長寿郎だよって言っちゃったらしいんですよね遠志郎にしたら単にねその場の矛先をかわすぐらいのつもりだったと思うんですよでも上位派たちはその後本当に中根を殺しちゃったんですよねで中根長寿郎が殺されちゃったもんで犯人はわからないんですわからないんですけどまあそういう質問に来られてそんなこと言った後で殺されたので遠志郎はまあ、中根は水戸藩士に殺されたとまあ、思ってたわけなんですよ原一之ンが来た時にああいうことを言ったわけ 一橋家家家老の中根長十郎さん実はあの時には殺されちゃってましたというご紹介でございます。 気づかなかなったドラマの中ではまあ,あのなんかこれ言っちゃっていいかどうかわからないけど一つ橋家,家家老っていうのは実は代々不運でこの中根長十郎にしろ猿志郎にしろこの原一之進にしろ不幸な最後非頃の最後を遂げるんですがそういうふうな連続性を今回はまあ出さずにむしろ猿志郎だけにスポッと当てるとか、まあ、そういう演出を考えてるのかなとは思うんだけれどもまああの史実的には本当にあの慶喜君は片腕と。 も思ってたからを続々と常夜に殺されるという不幸がね起こるっていうことなのであと何回エンシロ郎の命持つのかドキドキって感じなんですけどそういう感じのまあ13話今日でのねエンシロ郎たちのまあ話や栄、うん、一たちがお金なくなる話なんかをちょっと説明させていただきました。うん 来週は、第1話の、そうそうそう。で、出会った、初めて二人が出会うっていう、あの、吉信くんと栄一のシーンが、いよいよ来週始まる。やっと、あの、二人が会うまでにエンシロー、ね、円一郎がいろいろで、栄一がいろんななんか要求をね、上位派なのにさ、一橋って幕府じゃない。だから、あの、幕府天徳とか言ってたのに、幕府に使えのどうん、幕府, <laughs> 幕府側に使えるのはどうじゃっていうんで、いろんななんかヘリクこねて、無理難題を栄一郎に言うわけですよ。吉信様に合わせろとか、意見言わせろとか。<laughs> それをあのエンシローがしょうがないなーって,言ってちゃんと聞いてくれるっていうのとまあ、ヨシノブ君も面白いからじゃあよ,よしみたいな感じで懐具合の大きいところを見せるっていう回なんですよだから次回ようやくヨシノブ・エイと出会うんですよねドラマのタイトルはエイイチ・ヨシと出会うなんだろうけどあのうちのドラマはヨと出会うそ、うん、<laughs> うだった主人公だった <laughs> チャンネル登録いいねよろしくお願いしますツイッターもやってますので フォローよろしくお願いします。